はい、皆さん、こんにちは。宇宙人のアマチュアカメラマン、カメラ小僧ミスターミラーレスです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ネタがないですからね、悩んだですよ。もう悩んでね、自分のね、ちょっとこういろいろ見たらね、加工動画を見たらね、おきふうチャンネルさん、おきふうチャンネルさんのが、まあ題名がね、サムネイルのところで撮ったら、まあちょっと視聴数が多かったんでね、ちょっとまたおきふうチャンネルさんのことを取り上げるようにはなるとは思うんですけども、なると思うんですけどじゃなくて、取り上げさせてもらおうかなと思うんですけど、やっぱりね、視聴回数がちょっと多かったですからね。なんで多かったのかは、まあ、おきふうチャンネルさんが人気があったからだと思うんですよ。私が人気があったわけじゃなくて。まあ、それはね、偏差値40以上あればね、ご理解いただけると思うんですけども。私はね、偏差値45から50以内ぐらいの、まあ、間ですからね、その私で、なんとか、わかりましたんで、やっぱり、ちょっと、おきふうチャンネルさんのお名前をちょっと出させてもらいますけども、チャンネルはね、やっぱり面白かったですよね。うん、夫婦だったんですかね、夫婦の方だったんか、夫婦じゃなくて、まあ、ちょっとね、こう、付き合って、出られる女性の方だったのか、まあ、一緒に夫婦だったかな、ちょっとそこは本当は、まあ、何の関係もないですからわからんですけども、ちょっと面白かったですよね、チャンネルはね。でね、多分もう皆さん知ってると思うんです。私ももうだいぶ前に気づいたんですけどね、出そうかな思いよったんだけど、まあ出したらどうかな思ってね、ちょっと控えてはおったんです。控えてはおったんじゃけど、もうだいぶ前に気づいてはいました。気づいては。なんとなくこの方じゃないかと。多分ですよ。違ってたらすみません。違ってたら、これは 100% そうとは言い切れないんで、違ってたらすみません。多分そうじゃないかと。ヒントだけ言います。ヒントだけ。違ってたらいけないんで、ヒントだけ言います。まあ一応今回ね、おきふうチャンネルさんは生きていたのか。多分生きとったか、多分あれですよね、それだと思うんで、まあ生きてるとは思うんですけども、まあおきふうチャンネルさんは生きていたのか。で、多分ね、おきふうチャンネルさん、ニコンのカメラが好きだったんですかね、あの方は。多分そうだと思うんです、私は。勝手に思う。偏差値45ぐらいでね、勝手に思うだけなんですけども。多分ニコンが好きだった、イコール、ニコンに言ったらニアリーイコール、Z じゃないですか。多分これ関係しとると思うんですよね。ニコン、ニアリーイコール Z。ニコンが多分、好きな方じゃないかと。まあ、キャノンとかソニーとかもね、多分好きだと思うんですよ。フルサイズのカメラがすごい好きな方だったような気がするんですが、と、中盤とかね。マイクロフォーサーズは一切取り上げてくれてなかったんで、私の大好きなマイクロフォーサーズのことはね、やられていませんでしたけども、フルサイズのフラグシップ、フルサイズのちょっとエントリーとか、エントリーモデル、そういうのはあまり取り上げられてなかったような気がしたんだけど、取り上げられとったのかな、ちょっと、とにかくフラグシップとか最新の、フルサイズとかの結構取り上げてたと思うんですよ。比較動画をね。例えばその、
最新のと一個前ぐらいのとか、もしくは最新同士のメーカー違う分か、メーカー一緒でも上位フルサイズとその下ぐらいか、まあちょっとそこを説明はしも、あの偏差値45ですから、ちょっとうまいことできないんですけども、あの国語能力がないんですよね。あの私ね、あの国語苦手なんですよね。だからまあね、会話がちょっとこう日本語がうまいことね会話になってないけども、あの数学は得意だったんだけど、あの理系ですよ、要は。で文系じゃないんで、あの話は下手だと思ってください。でね、その要は何が言いたいか、あの方は多分これヒントですよ、すごいこうフルサイズというか、そのフラグシップのカメラ、高級なカメラをこう結構扱われてて、カメラのなんかこう比較をされてたような感じだったんで、なんかね、スタジオを経営しとるような雰囲気なんですよね。ヒントはまずなんかスタジオじゃないかと。で、ニコンイコール、ニアリーイコール Z なんで、まあその辺がヒントだと思うんですよ。で、偏差値45以上の方だったら今のヒントでわかると思うんですけども、多分あの方じゃないんかなと。もうちょっとね、実は数ヶ月前から、半年ぐらい前から、多分この方が怪しいんじゃないんかな、いうのは。どうもね、伊達直人じゃないけども、覆面をね、脱いで、猫、猿だから、猫か。猫の覆面を脱がれて、覆面言うか、お面じゃないわ。画用紙っぽい猫の、猫の、髪を、こう、はい、今、脱いで、なんか多分、伊達直人ではないですけども、素顔でね、やられてる方だと思うんですよ。で、女性の方が、どうも今度男性の方になったような感じで、男性の方と、やられていると。要は何が言いたいかいのは、もともとはお給付チャンネルさんは猫の覆面で、女性の綺麗な方とやられたと思うんですけども、今度は男性の、美男子の方と、猫の、お面を脱いだ感じで、やられてる方じゃないんかなと。うん、まあ、これだったらちょっと言いませんけども、多分それじゃないんかな。ちらっとったらすいません。多分なんとなくそういう気がするんです。うん、なんか半年前からちらほら見とるんですけど、内容がね、声がすごい似とるんですよ、とにかく。声がそっくりと、もう声とね、あの喋り方。声好きなんですね、私。すごいね、私の声と違ってね、すごい聞き取りやすくてね、すごいいい声をしとるんです。で、もう特徴があるんでね、あの喋り方は間違いなく、お気風チャンネルさんの方だと思うんですよね。で、どう言うたらいいかな。覆面を取った状況ではあるんですが、髪型と、覆面から髪が漏れてましたね。覆面から、猫の覆面から髪の毛とか、首から下の体型が漏れてましたんで、今猫の仮面被ってないですけども、なんとなく体型が照らし合わせたらなんとなく似とるんですよね。でもとにかく話し方がそっくりだし、問題は、YouTube の企画内容がそっくりなんですよ。もうフラグシップ同士とか、なんかその辺の、まあ、フラグシップ同士というか、フルサイズのカメラというか、いいカメラ同士をね、2台を比較したり、
未来こう比較してね、そのなんかカメラ比較をこうされてるんで、その比較の仕方がね、おきふチャンネルさんの分とそっくりなんですよね。でもさっきも言ったように声もそっくりだし、話の仕方もそっくりだし、ただ違うのは覆面かぶってないのと、相手が綺麗な女性じゃなくて、あの美男子の方いうかね、まあそれなんですよね。でまあ要はあのこうどうにかな、リッチな方なんてなんかスタジオ経営されとるんじゃないかなと、まあ勝手な想像ですよ私の。でそれがまあヒントで、ニコンイコールニアリーイコール Z ですから、多分あれじゃないんかなと、うん、もうちょっと半年前ぐらいからはね、なんとなく3ヶ月ぐらい前かな、ちょっとそうじゃないかなとはずっと見おるんですけども、うん、多分あのいい声は間違いないでしょう。ということでね、ちょっとヒントしか言いませんでしたけど、ちょっと前回ね、あの視聴率が、私の視聴率がいいんでね、もうちょっと取り上げさせてもらいましたけども、ここじゃとはちょっと言いませんので、多分これじゃないんかなということで、なんとなく偏差値45以上の方だったら今の私のこの会話で多分理解できたと思います。ヒントイコール答えが出ておりますんでね。ということで今日はご視聴ありがとうございました。失礼いたします。